LJ カラスコはアメリカ合衆国アリゾナ州サフォード出身の元プロ野球選手。野球指導者。ピマコミュニティ大学を卒業後、1997年の MLB ドラフト26巡目でボルチモアオリオールズに指名され契約。オリオールズのマイナー組織では登板はないまま、1998年はクリーブランドインディアンスへ移籍した。ここではマイナーで投げた。 1999年からはピッツバーグパイレーツのマイナーでプレーした。2002年にルール5ドラフトでカンザスシテロイヤルズへ移籍した。2003年にメジャー初昇格。その後先発中継ぎとして定着し、3年間で101試合に登板し、14勝15敗にセーブ、防御率4.81の成績を残した。2006年は 当主人に不安を抱えていた福岡ソフトバンクホークスの目に留まり、推定総額2年5億円の契約を結び、入団した。オーバー、サイド、アンダーからの速球や鋭い変化球を武器に、当初は先発ローテーション入りが期待されていた。しかし、3試合に先発したものの、期待通りのピッチングを見せることはなく、ファームに降格。その後、 再度チャンスを与えられるも結果を残すことができず、ファーム生活が続いていた。結局1年の契約を残しながら11月15日に、球団から正式に戦力外通告を受けた後、12月1日に自由契約。その後、アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2007年は、マイナーで投げた。 2008年1月11日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約。この年も開幕メジャー入りはならなかったが、7月9日にオビー・ジェンクスの故障に伴いメジャー復帰を果たした。2009年3月1日2009年12月12日にノーテンダー FA になった。2010年1月13日ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。 2010年7月31日に、ボビー・クロスビーとライアン・チャーチと共に、クリス・スナイダーとペドロ・シリアコとのトレードで、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスへ移籍。2010年12月に、ニューヨーク・メッツと2年契約を結ぶ。2012年5月25日に解雇された。2012年6月20日、アトランタ・ブレイブスと契約を結ぶ。しかし、7月4日に解雇されたため、 後に現役を引退したロサンゼルスドジャースでアドバンストスカウトとして活動。その一方で2017年の第4回ワールドベースボールクラシックでは予選一組に出場したニュージーランド代表チームのブルペンコーチを務めた。さらに2018.2019年度のオーストラリアンベースボールリーグではドジャースから投資コーチとしてオークランドトゥアタラへ派遣。 2019年度のリーグ期間中には、ドジャースの参加球団に所属する北方雄政を自身の推薦でオークランドに迎え入れたほか、村中京平などの日本人投手を指導している。なお、2020年1月14日には、シラキュースメッツで投手コーチを務めることが発表されていた。もっとも、同年には、世界規模で新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で、 トリプル A 級を含むマイナーリーグが全面中止に追い込まれている。ありがとうございます。